ジェネレーションズフロムエグザイルトライブボーカルの笠原龍斗です。今日はこうして自分の大好きなゲームオブスローンズについてこう熱く語れる機会をいただけると思ってなかったのですごく嬉しいです。ぜひ日本の皆さんにもたくさん見ていただきたい作品なので、今日はゲームオブスローンズの魅力を少しでもお伝えできればなと思っております。よろしくお願いします。5年くらいかなかかってやっとシーズン8手前くらいからみんなに知ってもらえるようになって本当に嬉しいです。今日はよろしくお願いします。いやもうありがとうございましたという感じで、ありがとうございました。もう長い間をもう本当に楽しませていただきましたし、見れば見るほど魅力が見つけられる感じられる作品だと思いますし、本当にまあね、こういう長編の作品って最後の結果についてこういろんなね意見があると思うんですけど、自分は本当にまさにこのゲームオブスローンズらしい終わり方だったなというふうに思いましたし、ぜひまだご覧になってない方はどんなこう最後を迎えるのか、どういう最後になるのか、結末を楽しみに見ていただけるんじゃないかなと思いましたし、もう自分は本当にもうありがとうございましたという。僕の友人たち、ゲームオブスローンズ好き友人たちの間でよく話がもう本当に世界的に流行ってるんですよ。見続けていくと気がつけばなんか自分もその主人公たちと一緒にいろんな冒険の旅に出ているんだなというふうに感じて、シーズン8終わった時、一番感じたのは僕の旅も終わったなっていう気持ちになりました。まあ、ちなみにこの最後の最後、まあ、これから見る方もいらっしゃるからあんまりネタバレはできないと思うんですけど、どうでしたか、この玉座をこう争った最後の最後に行き着くところがっていう、どうでしたか。めっちゃネタバレです。そこ触れたら相当こう感じたままこう一言で言うならば、笠原さんどうでしたか。そうです、僕はもうそのいい意味でやっぱこういっぱい裏切られてきたので、そのあそういう展開になるんだとか、自分たちがこう普段やってるエンターテインメントもそうですけど、こういい意味で裏切りってすごいこう皆さんにとってサプライズになったりとかすると思うんですけど、もうまさに自分がそのゲームオブスローンズのエンターテインメントでもうめちゃくちゃ心動かされまくった最後だったんですけど、ゲームオブスローンズらしい本当終わりだなというふうになりましたし、自分はもうそういった意味では最高のエンターテインメントを体感させてもらったなと思ってますけどね。はい、ゲームオブスローンズもう一つ面白いところが、主演俳優ないんですと、それくらい誰が主人公かよく分かんない作品なんですよね。いろんな冒険が見られるんですけど、一人だけこの人はこうなるよっていうのを当てて友達との賭けに勝ってちょっと嬉しかったなっていう。でも、ちゃんとなんか、終わってくれたっていうのは本当嬉しかったですね。楽しく活動させていただけたなという1年だったんですけど、うちの LDH の新しいこうプロジェクトとしてバトルオブ東京といって、自分たちが一番お兄さんとして後輩たちグループを引き連れてバトルオブ東京というライブをやったりしたんですけど、今まで一番弟分として活動してたジェネレーションズが今度後輩たちをこう束ねるリーダーとして活動しなきゃいけないということで、すごく戸惑いもあったんですけど、それと並行して今度は自分たちの単独のツアーのリハーサルも始まったりとかして、なかなかこう一つのことに集中できない期間が続いたりとかしたんで、かなりバタバタしてたなという印象だったんですけど、まあ先輩にっていう立場になってみてすごくこう勉強になることとかもたくさんありましたし、それが終わってみて、まあ今あとツアーも残り公演もあと少しなんですけど、でまあ年末には紅白歌合戦も決まったりとかもしたので、そういった一つ一つの活動が結果につながってくれるんだなっていうふうに改めて勉強になった1年になりましたね。はい、充実した2019年だったと。かなり、はい、充実してましたね。はい、さあそれでは笠原さん、はい、玉座の方へ。いいんですか。まずはいいんですよ。はい、すいません、じゃあ失礼します。はい、すげえ。どうぞどうぞ。おお、どう。すいませんとたくさんに一言おっしゃってますけど、どうですか、座った感じは。感想聞かせてください。いやちょっとすげえ一員になった感じがしてたまんないですね。めっちゃ嬉しいっす。これたくさんどうですか。ちょっと悔しいかなっていう。僕でもハンドオブザキングでいいんで、分かる人しか分かんないやつね、ごめんなさい。見てる人はね面白い。プロデューサー寄りの人なんで。